はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけれども新しくですね強化、かなり強化が来たですね自爆心紹介していきたいと思います。自爆心なんですが、かなり強化来たってどういうことかっていうと、スキルと新カードがめちゃくちゃ来たんですよ。で、まず新カードに関してはこの指針官関係ですね。アスカトル。アスカトルは使いの方の指針官で、スーパイは死を、司る方の指針官のスーパイ。で、さらに我こそ自爆超神官っていうのが来ました。どういう風なそれぞれ効果かっていうと、まず、指針官アスカトルは、手札1枚捨てて特殊召喚できるんですよ。で、こいつのなんか赤アリアスカトルっていう、まあ、使えてるこの横にいるモンスターですね。こいつを出すことができるんですが、これはスキルでデッキに入ること、入ります。なんで、指針官アスカトルと、赤アリアスカトルで合計8になりまして、8シンクロができるんですね。で、出す先がスクラッチクラッシュ、スカーライト、転移の竜騎神っていう風に準備しております。で、さらにスーパイ。スーパイは、スーパイ、指針官スーパイはですね、こいつは手札を1枚捨ててっていう、守備表示で特殊召喚っていう同じ効果です。同じ効果なんですが、脱していくのが、こいつの、ここですね。これにあるスーパイっていう風な、下級モンスターなんですが、これはレベル1になります。なんで、合計レベル6になるので、ここを出していくって感じです。で、どっちかっていうと、スーパイの方が大切で、なんでかっていうと、自爆神ウィラコチャラスカっていうのを最終的に出すんですが、自爆超神官が、シンクロモンスターいるときに特殊召喚できて、で、さらにですね、メインフェーズにデッキ墓地から自爆神一体を手札にサーチするっていう効果あるんですよ。で、まあマジで我なんですけど、で、こいつを使ってサーチするんですが、そのためにまあシンクロ出したいので、まあ6シンクロでも8シンクロでも、この場合はいいんですが出します。で、スキルによって、この自爆地上絵っていうのを手札に加えることができるんですが、自爆神をアドバンス召喚するとき、シンクロモンスター2体分のリリースにできるってことなんですよ。なんで、6シンクロの方で、スターダストチャージウォリアーとかでアドを取った後に、ウィラチョ、こウィラコチャラスカを上から被せてアドバンス召喚することによって無駄なく、ワンドローだけできるっていう風なあのギミックなんですね。8シンクロの方をアドバンス召喚に使いたくないので、どっちかというとこっちかは制圧だったりだとかそういう風なモンスターたちになるので、6シンクロの方が大事なのでスーパイの方が多めに入ってます。で、なんでここサンダードラゴン入ってるかってところなんですけど、ここはスキルなんですよ。手札からレベル5以上のモンスター1体を見せて手札1枚デッキに戻して、デッキ外から自爆地上へと、あとはレベル5以上のモンスター1体をサーチする。その後、中南4体を、デッキに加えて、デッキ外からシンクロモンスター2体を、墓地に送るっていう風な効果なんですけど、これの、レベル5以上のモンスターを見せてっていう風な、まずトリガーになるんですね。サンダードラゴンっていうのは。で、さらに、例えばスーパーいますだったりだとかした時に、もう別にサーチしたいレベル5いないんだよねって時とかに、このサンダードラゴンをサーチすると、サンダードラゴンって1枚が2枚に増えるじゃないですか。これが大事で、スーパイ、指針官スーパイ、指針官アスカトル、どちらも手札を捨てて、発動するので、サンダードラゴンで、コストを賄うことができます。なので、サーチできるし、初動にもなるっていう風なサンダードラゴンなので、このデッキのサンダードラゴンめちゃくちゃ強いので入れております。で、さらにウィラチョコチャラスカなんですけど、先行一旦目に効果使えないっていう風なデメリットあるんですよ。で、ただ、自爆神一体の攻撃力を3000アップするっていう風なスキルで、補助がありますので、まあ、ウィラコチャラスカの攻撃力を3100にすることもできます。で、3100でワンキル取れるのかっていうと、このウィラコチャラスカってダイレクトアタックできるっていうところがめちゃくちゃ強いんですが、自爆超神官がいる状態でウィラコチャラスカが特殊、召喚された時に相手のライフ3000になるので、これでワンキル取れるんですよ。っていう風な、ギミックのデッキとなっております。じゃあ、今からですね、リプレイ解説やっていきたいと思います。先行のリプレイ一つと、後行のリプレイ一つ取ってきております。
で、まあ、このデッキが環境に入ってくるかっていうと、まあ、環境には入らないかなっていうぐらいの、強さであります。まあ、ただ、普通にキングになったりだとかっていうのはできるぐらいのポテンシャルはあります。スキルを使って、まあ、スキル使ってっていうか、スキル宣言して、バレていってって感じかな。で、例えばこのハンドなんですけど、スーパー見せます。で、レベル5見せて手札1枚戻して、デッキ外から自爆地上へと、デッキからレベル5以上のモンスター。今回はパーツ揃ってるので、サンダードラゴンを取ってきます。で、5手札めっちゃ入ってるじゃないですか。まあ、僕のデッキにしては珍しいなっていうふうに思うかもしれないんですけど、5手札いっぱい入ってるのは、こうやって手札戻せるだったりだとかっていうところですね。で、先行に関しては、この究極自爆心っていうのをサーチすることができるので、まあ、これで一妨害プラス、8シンクロが立っていたらさらに一妨害追加で2妨害あるので、まあまあまあ十分かなっていう風な判断で、バック干渉を多めに入れております。まあこれが環境デッキとかだったらちょっと物足りないなと思うかもしれないんですけど、まあそういうデッキでもないかなと思ってるのでっていう感じです。で、サンダードラゴンで手札を増やしていって、死神官アスカトルでサンダードラゴンコストに特殊召喚。で、6と8どっちもシンクロできる場合コツなんですが、8シンクロを、エクストラモンスターゾーンに出してください。で、さらに自爆地上へ貼って、自爆超進化はシンクロモンスターがいる時に特殊召喚できる。自爆超進化の効果でウィラポチャラスカを手札に加える。死神官スーパーの効果でサンダードラゴンを捨てて自身を特殊召喚でさらにスーパーを出してきて、スターダストチャージオーリアを作っていきます。でスターダストチャージオーリアのワンドローと、自爆地上絵の効果発動。自爆地上絵は、シンクロモンスターがシンクロ召喚成功した時に、自爆、魔法トラップカードをサーチすることができます。なんで、それ取ってきます。で、1枚のドローがちょっと渋かったんですが、ここでウィラコチャラスカ取ってきます。で、自爆超進化の効果でウィラコチャラスカが召喚成功したので、相手のライフは3000になります。さあ、ここからなんですが、まず月の書でスクラッチクラッシュを裏にされてしまいます。でサリエル出てきて、ここは一旦スルーって感じにしました。で3回打たれたのでしょうがないので究極自爆心使っていきます。で、これ自爆地上絵あるんですけど、フィールドインレベル10モンスター、つまりウィラコチャラスカが存在する場合、これは効果で破壊されず、効果の対象にできないんですよ。なんで、自爆地上絵っていうのは破壊されないです、参加でも。で、ひょいひょいひょいのカオスソルジャー出てきて、で、後続のカオスソルジャー確保されて1枚セットの殴られると。で、こいつは攻撃力100なんですけど、攻撃対象にできないんですよ。なんで、守られているって感じですね。で、スキル使ってこいつの打点をこのタイミングで3000上げます。で後ろが何も反応なかったんで、おそらくワーニングポイントとかそっち系かなっていう風に思って、そのまま殴ってジージーという風な感じになります。こういう風に回していきます。なんでワンキル取る時とかに、まあ妨害されたくないので、サイクロンとかそういう風なバック干渉っていうのをしっかり組んでるっていう風な、そういう風なコンセプトになります。では、後手ですね。この時結構後手も強くて、でこの時はまだちょっと構築とか少し悩んでたんで、メタルフォーズフュージョンかなが入っています。で、最終的には、まあ、別にここのワンドローはワンドローでいいんですけど、ワンドローした時の別になんか期待値そんな高くないなっていう、別にデッキの中に引きたいカードがすごい入ってるわけじゃないから、まあ別にメタルフォーズフュージョンいらなくねってなって最終的には抜きました。はい。で、相手は失楽の霹靂立ててきて、で、波紋振ってきます。でなんで魔法トラップ1回無効にされちゃうなっていう風な、そういう風な状況ですね。でさらに失楽園張ってきて、ここ対象取れなくなって、さらに2ドローされていきます。開門張ってきてくれたんで、追加の伏せがなかったのが助かりましたね。まずサンダードラゴンの効果発動、2枚取ってきます。でですね、自爆超進官が今回の場合はまだいないので、自爆神ミラコチャラスカをサーチできるかどうか分かんないですよね。なんでここは、残しておきます。
で今回はコーラルドラゴンを作っていきます。コーラルドラゴンはですね、こうやってあの1枚捨てて1枚割りながらっていう風な展開でいきます。で自爆あの地上絵は飛ばされたんですが全然 OK です。で、2体出てきて、でメタルフォーズフュージョン打ってって感じですね。で自爆地上絵ないので、シンクロモンスターを1体分にカウントできないので、2体分のコスト、ダブルコストにできないので、しょうがないので、ここ2体でやっていきます。で、ウィラコチャラスカっていうのは、召喚成功時に、相手の手札の数まで、このカード以外の、フィールドのカードかな。うん、自分フィールドのカードを、デッキに戻します。で、戻した数だけ、相手の手札をランダムに捨てて、打点は捨てた数かける1000アップします。なんで、例えばこれとか、伏せておいたとするじゃん。そしたら伏せておいたら、これも一緒に戻して手札前半ですって感じ。まあでも今回は1枚しか伏せて、捨ててないです。で、1000ポイントアップして1100、さらにスキルを使って打点3000上げて4100。これコズミックサイクロン打たれてるけれども特に関係なくて、このままコズミックサイクロンなかったとしてもキルラインに届くみたいな感じになります。っていう感じで、後手は結構コーラルドラゴンで踏みながらワンドローできたりだったりだとか、処理しなきゃいけない盤面が多い時はブリューナクにしたりとか、いや、これ絶対相手罠なんだよなっていう時だったりしたら、なんだっけ、あの6のナチュルビーストじゃなくて、ナチュルパルキオンか、出したりだとか、とかで、いろいろできたりとかするので、まあこのデッキ6シンクロかなり強いなっていう風な印象はあります。で、相手の後ろを、安く踏みたいのであれば、レッドデーモンズスカーライトから入ることによって、例えば月の書とかで裏にされたとしても、自爆地上絵の効果で、ウィラコチャラスカのダブルコストとして、使えるので強いです。というわけで、いかがだったでしょうか。今日は、自爆神のデッキを紹介させていただきました。参考になれば、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきまして、ありがとうございました。